はい、というわけでどうも皆さんこんにちは。今日もベヨネッタ続きからやっていきたいと思います。で、前回ですね、ルーメンの剣士を倒したんですけども、なんやかんやって、ベヨネッタ取り込まれてしまいました。はい、神の左目としてのね、生活が始まったわけなんですけれども、で、チャプターではなく今エピローグということで、多分これが最終章というかね、一番最後になると思います。で、多分ね、主神チュベッタかなんかそんな感じのやつをちょっと倒すのかなっていう気がするんですけれども、どうなるんでしょうか。というわけでね、気になるところなので早速やっていきたいと思います。というわけで鎮魂化始めましょう。ベヨネッタもいないわけですね、ここにね。なんだこいつら、信者か。はいや、発想がやっぱぶっ飛んでるっすね。いいね、無駄に空気抵抗を増やすだけの装飾とかね、素晴らしいですよ、素晴らしい。これはまさかジャンヌさんじゃないですか。十分だ、間に合ったようだな。使えるという、そういうところですね。私ここに来てジャンヌを扱うという、我アンブラの一族の司法、闇の左目は決して誰にも渡すものか。やべ、かっけー。アンブラの魔女の誇りにかけて、かっ、おー、やっぱそうか。あ、はいはいはい、あ、なんか前もやったな、苦手なんだよなこれ。しかもなんでこれ、後ろかよ。大丈夫か。はい、なんだ。ダブルクリック、ダブルクリック。クリッパー、はいはいはい、回すで、厳しいな。さすがだよ。いや、思わず押しちゃったわ。操作確認とか出るからさ。ジャンプ。ふざけんなよ、もう毎回このここまで来てまたこれ、畜生、負けないぞ。なあジャンヌさん、負けねえよな。負けねえよ、私らは負けねえよ、絶対負けねえよ。この部分はこの程度の、この程度のやつじゃ負けねえ。 B ボタン押せばいいだけなんだよ。 B ボタン押せばいいだけ。ちょっと、ああマジか、一回のジャンプじゃ。はい、どっから二つ目、ジャンプ。行ったか、行ってくれ。よし、ナイスナイスナイス、さすが。歪みすぎて何だかわからん。歪み、とりあえずさ、ガードし続けりゃいいんじゃろ。ジャンプ、はい、
とこ、行ってくれ、頼む、これは行ってくれ、これは行ってくれ。アンブロの魔女、ジャンプジャンプ、ほらジャンプジャンプ。なんだこいつら、さりげにこう人の形してねえか。おしゃれ、おしゃれにはこうしてる場合じゃねえぞ。よしよし、急げ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 、仕方じゃ仕方。帰宅はジャンヌよ、お前は素晴らしいものを届けてくれた。どういたしまして。正真正銘、唯一無二の闇の左目をな。ただ傍観するだけでは寂しかろう。新たなる宇宙誕生の瞬間を共に味わうがいい。この私が指をくわえて見ているとでも思うのか。アンブラの誇りにかけて返してもらうぞ、我が友をな。けーな、ジャンヌさん。は？どこの星をぶっ壊したんじゃ今。もう今避けてけいだけでしょ。任せてよ。しれっとさ、あの途中のブロックがなくなったりとか、さあ、シグのちょっと邪魔するのとかやめてもらいます。ちょっとさやめてもらいます、そういうの。ぐるーっと待ってればいいですね、ぐるーっとね。でかかりつくんじゃない、これもう。もうつくんじゃないですか。どうもジベレウスが権限にされる。三位一体世界は再び真の主を迎え、原初の姿に生まれ変わるのだ。セレッソ、目を覚ませ。貴様正気か。貴様正気か。光と闇二つの目なくしては、大丈夫か。大丈夫か。おお、消滅するのは貴様の方だ。さあ起きろ、セレッサ。セレッサ、セレッサ、どうした、目を開けろ。おはようございます、ジャンヌ。セレッサ、お前はもう500年前のお前とは違う。今なら運命に立ち向かえるはずだ。立て、戦うんだ。お、出身の復活か、これが。は？セレッサどうした？おお、なんということ。主神ジベレウスの尊き力はもはや秩序を失った。光も闇も人類も全てを争いの渦に巻き込んで、あ、目が閉じる。三位一体世界に混乱の嵐を巻き起こすだろう。おお、神だ、神っぽい、これは確かに。いや、主神ってことか。行くわよ。景品のぬいぐるみをかけてね。
ジャンヌいるの？ジャンヌおるん？ジャンヌおるん？ジャンヌおるん？はい。あ、ちょちょちょ。あ、これラスボスだ。あ、ちょっと待って。姉さん、どうすればいいこれ。角度が悪くて分からんぞ。あ、あれか。あ。なんだこのビットは。どうすればいいんだよ。教えて。見せプレイしてる場合じゃないんだよ。なんだこの顔は。ここ。何が落ちてるの？何が落ちてる？攻撃派手すぎて何をしているかわからん。また店プレイ入ってる。また店プレイ入ってるぞ。で、お前らが邪魔だ。よしあー、なるほど、タイミング、これでいくのか。確かにね、おかしいもん。よいしょ。あっ、続いてる。ムシテーラじゃない。そら、こんなに熱くしてんだから蒸すわ。今度は何、水っぽいね。ちょっと回復しとこう。ああ、ジャンプね。はい。近づけばいいんでしょ。ジャンプ。おい。さすが主人。はい。ああ、ちょっと。いや、ここにそうだぞ。はい。なんだ。ああ、そういう系か。ペラッペラになるわ。いやー、ちょっと待って。もうちょっと引きのアングルから見えませんかね。なんとか。ちょ、助けて。
バスケ完全にはめ、はまってる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 ってはまってるってはまってるってはまってるってこれしょうもないじゃんか。ちょっとさ、今のはなしでしょ。どうしようもなかったやん。で今度は氷ですね。これさ、さっきのはないわ。さっきのはひどすぎる。絶対落ちたら死ぬで。おぶぶ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 ぶどこにある。まずい。よしあと何枚 ?4 枚くらい。はい。落とすところを切る。いけ。頑張って。やっちゃってください。やっちゃってください。ベオネットさん、やっちゃってください。なんか消えてるけど。助かってる。死んない。ああ、なるいいんじゃねえんだよ。そっち最後に。ちゃんと行きたい方に行ってくれよ。どこ。そこ。だいぶ力削いできたんじゃないですか。次は。ちょ。ちょっと確かにな、あっちからしたら目の前つ消したくはなるわ。ジャンプ。はい。画面に行こう。早く行こう。はい。回復しとこうか。よし。次は何だ。なんだ、宇宙が見える。星が見える。またパンチか。違う。何これ。ちょっと待って。どういうことじゃ。どういうことじゃ。あ、よし。
しょう。はい、よし、うーカウンターショット、特殊技だね、これ。どこから？最初からじゃないよね。うーわ。いやー。ちょっと最初からだ。じゃない。ごめん、ごめん。なんだよ、もう。くそー。いいね、最初からじゃなかったけど、最初からじゃなかったけど、いやーないぜお嬢さんよ。やった、あーやべやべ、殴ってくれ、むしろ殴ってくれ、ほら来い、ほら来い、ほら来い、よし、あ、来た来た、待って、あ、ちょっと、マジか、引っ張られる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 、危ねえ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 、ハンサーシュート、ハンサーシュート、ちょっと待って、これどうやって回避すんの、なあ、あれどうやって回避する、殴ってくれ、やばい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 、これどうやって回避すんのよ、教えてよ、回避の仕方教えてよ、優しいな、やりたいだろ、やりたいだろ、ええ、違う違う、さっき違う、さっき違う、さっき違う、パンチャーいいよ、パンチャー、パンチャー素敵よ、それこれ素敵、それ素敵、非常に素敵、素敵よ、あ、落ちてこない、落ちてこない、やばい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 、はい、困った、よし、ホテルホテルホテル、はいはい、あれを全部壊さないとダメなの、ナイスナイス、逆にナイス、最後の一発が食べてからここ、まあいいか、一回切れたしな、よいしょ、やばいやばい、これは待て、これは待て、これは待て、
からないね、かからないね。次なんや、これ何？ああ、逃げられない。逃げられないよ。殴ってくれ。当てないのが優しすぎんだよな。クライマックス。もうクライマックス。マジっすか？一回で終わんねえなこれ。一回で終わらん。あ、捕まった。いた。はい、登れないんだけど。ちょっと待って、回復しよう。一旦回復しよう。落ち着こう。落ち着け。大丈夫。普通にジャンプすれば大丈夫だと思うんだ。よし。はい。何する？あ、普通に殴れてるよね。おやすみ。よしよし。まだあるぞ。現時点最長の呪文入りました。最長の呪文いただきました。ジャンヌの後ろ髪を混じってますね。完全に神をかたどってますねこれね。おお、はいはいはい、いい組。なんかビッグバンボーナスありがとうございます。あれ太陽ですね。どこまで行く。何やこれ。避けながら太陽に突っ込ませればいいってことか。任せてよ。太陽まで行けばいいんだろ。よしよし。敵の吹っ飛ぶ位置を私が調整しちゃっていいのかなこれ。どういうことなんだろう。小学生隊に入ったね、これ。デブリ隊入りまーす。これはいいのかな、大丈夫だね。ぶつかった星って何か変わるのかな。地球を通りまーす。これは水星か、水星、金星の準備したっけ、確か。これは金星かな。色合い的な水星っぽい雰囲気だよな。いや、水星避けたやん。今。ちょっとさ、ちょっと。なあ、避けたよな。またこっからですよ。はい。任せなさいよ。もっと、あれだ、安全な距離取らないとダメだってことだ。安全な距離。距離感大事。
距離感大事ね。あのパターと一緒で、パターと一緒よーく見てね、ライン読んでいけば絶対入るから、あの太陽という穴にね間違いなく入る。全然いいっすよ。この出身を太陽にぶち込めば私の勝ち、ぶち込めなければさっき言ったように私の負けと。でデブリ体でちょっとボコボコしといてね、こっち受けますね、避けられますね。はいはい、はい、余裕でございますね。はいはいはい、地球を通り過ぎますよね。対してさっき何にぶつかったんや、はいはいはい、あれ最後の星だよね。これを過ぎたと絶対ぶつかんなかったよな、さっき。距離大事、距離大事。よし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 、あ、これ真横からぶつかっちゃったのかな。あ、はい、オート入りました。まあ、主審もね、太陽の熱には負けてしまうということでございますよ。よし、いやー、ブロンズメダル、ストーンでしょ、どうせトロフィーは。さて、神殺しと相なりましたな。ディレクター秀樹神谷ということで、あれ、これエンディングだ。まあ、そういうわけです。ええ、さすがですね。いきなり入りましたけど、これちょっとね、映像流れてますんで黙って見てましょうか。ベオネーさん自体も太陽向かってるってこと、これどういうこと。いや、ジャンヌか。ふざけた瓦礫だ。このまま地球へ落下して世界を滅ぼそうと悪あがきを。ジャンヌ、そのバイクがどっから出てきた。しっかりしろ。ここで観測者のお前が死んだら世界が消えてなくなるぞ。この瓦礫を片付けてお前を家に帰す。我が命に変えてもね。私もあんたも家へ帰る、ジャンヌ。それなら話に乗るわよ。その目だ、私が見たかった。お、手が動いてる、手が動いてる。ああ、ぶっ壊せばいいの、これ。ぶっ壊せばいい。シューティングゲームよ、これ。シューティングゲームか。よし、よし、よし、よし。それでぶっ壊せばいいってことでしょ、これ。あ、これ時間制限ある、時間制限ある。時間制限ある、時間制限ある、時間制限ある。時間制限ある。よし。とりあえずキスマークをつけていけばいい。よし、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 よし。ぶっ壊れた、ぶっ壊れた。壊れてるかどうかすらわからん。教えてくれ、教えてくれ、正解なのかどうか教えてくれ、正解かどうか教えてくれ、正解かどうか教えてください、正解かどうか教えてください。頼む頼む、正解を教えてくれ。いつもいつもそうなんだよ、君らさ、こうしなさいっていう答えを明示しないまま私らにさ、やらせっからよ。どうしたらいいかわからんのよ。まだ壊せる、まだ壊せる。あ、完全にぶっ壊すの、そういう感じか。いやこれ間に合わねえ、絶対間に合わねえ、絶対間に合わねえ、絶対間に合わねえぞ。あと4秒しかない。ちょっと、地球終了のお知らせです。だからさちょっとさ、こうしなさいよって一言、こうしなさいよって一言言ってくれればいいの。一言でいいんですよ。こうやったらね、終わりなんですよって教えてくれたらいいんですよ。大丈夫だよね。やってるよね。これ間に合うの、マジで。
全部をぶっ壊す必要ないってこと。待って待って待って、間に合わないじゃん。ちょっと待って、地球2度目の終了のお知らせでございます。はい、はーい。お仕置きだべー。光あるところ、ちゃんちゃんちゃん、よしよし、あ、なに、決定、あ、なんだ、こんなんできんじゃん。なんだよなんだよ、銃撃だけかと思ったわ。なんだよ、そしたら全然間に合うわ、全然間に合う、こんなん。なんだよ、最初から言ってよ。聞いたことある今のセリフ。いっちゃん最初の魔女狩りのところでジャンヌが言ったセリフじゃない？笑わせるぜ。これくらいのことでお前が死ぬはずがねえ。また俺を驚かすつもりなんだ。そうだろう、ベヨネッタ。数日後。まったく気の毒によ。久しぶりじゃん。眠れる美女はあえなく棺桶に逆戻りか。おいしい金づるがこれでまた一人天に召されちまったぜ。結局追加報酬もパーだ。へっ、毎度ついてるぜ。エンツ、一つ教えてやろうか。魔女ってのはみんな悪魔とある契約をしていてな、死んだらその魂は地獄に引きずり込まれて想像を絶する苦痛を味わい続けるのさ、永遠にな。それがどうしたってんだ。だからこうしてわざわざ葬式に出てちゃんと冥福を祈ってやってるんじゃねえか。お祈りが無駄だって言うなら俺はとっとと帰るぜ。こんなところ行ったら風邪ひいちまう。何が悪に言うか。何だ。そのお祈りに効き目があるといいんだがな。何せお前はあいつをネタに随分荒稼ぎしてたんだ。貸しを返せって地獄から這い出てくるかもしれないぜ。よっせよ、ま、たでけえ花。ルカっぽい気がするんだけど違うかしら。あ、ですよね、やっぱりね。お前を追いかけるのもこれが最後になっちまったな。そこの白い人ベオネッタさんじゃねえの。ローズマリーだ。魔除けの花って言ってたろ。効き目があるといいかな。いや完全にそうでしょう。天からお迎えが来るんだ。来たな、我らが司法を狙う残党ども。ジャンヌか。ちょっと待て、お前は。
これまた生きてるパターンかな。聞いたか、出番だぜ。何をしている。まさか本当に眠っているのではないだろうな。おい、何言ってるんだ。お前ら冗談はやめてくれよ。もしかしてまさかあいつが。マジで生き返りやがった。グッドモーニング。まったく私を餌にしておびき出そうなんて。狭いし暗いし息苦しいし。次はあんたが入ってよ。無駄口は後にしろ。さっさと片付けるぞ。ほほう、ロダン。純血の証。花言葉ですか。ローズマリー。ローズマリーの香り。その花言葉は記憶、思い出って言ってたわね。今なら私に似合うかしら。レッツダンスボーイズ。終わりましたね。終わりましたね。最後までスタイリッシュに終わりましたね。これずっと派手なアクションって感じで、なかなか面白かったです。そのあとでね、ちょっと音楽流していきましょうか。ご機嫌な音楽が流れてますからね。なんか始まった。ちょっと待って。ああ、そういう感じか。倒した方がいいって感じか。はい。なんか止まった。え、なにこれ、なにこれ、終わりってこと。あ、もしかして時間制限内にやれってことか。よし、次の戦闘ではもう一度やりましょう。戦闘あんのかな。次あるあるわ。はい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 。おー、しょ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 。これまだ入るぞ。これまだ入るぞ。やべ、しれっとやっぱりこれ入ってるよ、ボーナスとか。あ、終わりかな。終わんねえわ。すごいことになってくる。
すげえ頑張ってくる。すげえこと持ってる。大丈夫だよ。あれ、あの動かないんですけど、これは結果はどうでしょうか。車は壊れたまま残念だったな。あ、ポールダンスシーンが入ります。Let me see what spring is like on Jupiter. これさっきから急に戦闘入ったりちょっと油断できないですからね。ちょっと最後まで気を張ってみないといけないですね。動かせたりしないですかこれ。あ、何もできん。何もできん。あ？できないね。できない、できない。Darling, kiss me.Song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words.I love you. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words.In other words, I love you. Wii U バージョンスタッフ。あー、なるほど、 Wii U バージョンの入るわけか。ピーチ姫ですね。このちょい無理やりコスプレ感が半端ないです。っていうか、あれ、クッパの手が出るんだ。サムスですね、サムス。おお。へえ。あ、もしかしてなんかいろいろコスプレスとビジュアルが変わってたんですかね、実は。デイジーまた来たな。ゼルダでもやったことあるのかな。リンクで帽子がちょっと高すぎる気がしますけど、まあまあ、魔女見習い。あ、まあ、こんだけ死んでっからしょうがないね。また死んでね、最悪だぜ。確かに、まあ、ストーンコレクターの面目役所ということで、ね、最後までストーンで来れましたね。 OK ということで、
なんか解禁されるんですかね、これでね。あ、そうそう、これ見てください。今ね、ベリーイージーでとりあえず全部プラチナしてやろうかなと思ったんですけど、だるくてちょっと途中でだれてるんですけどね。まあノーマルだとこうですよ、このありさまですよ。ストーン率の高さ、この異様なストーン率の高さ見てください。一人だけで、ね、ここにロダンが混じってるんですけど、まあイージーやってないんですけどね。よし、オッケー。あ、次か。コングラチュレーションということでね、オッケーです。おー、みんな出てるね。はいはいはい、終了。ハードかー。え、エクストラ、ハンドガン弱いんじゃないの。ハンドガンはちょっとセーブしますか。イエス。あー、ないない、続くね、続くね、いろいろ入れますね。はい、じゃあ最後はベヨネットのダンスを見ながらお別れといきたいところなんですけれども、まあね、さっき見ていただいたようにちょっと難易度もね、ベリーイージーからイージー、ノーマルで、クリア後にハードが追加されるって感じなんですけど、まあね、アクション苦手な人でもベリーイージーは全然ボタン連打だけでいろんな技が出るんですよ。すんげえ楽です。敵も弱いですし、なんでぜひね、アクション苦手という人でもね、スタイリッシュなベヨネッタの動きを見たいのであればやっていただければと思います。まあ、ちょっとね、古いゲームですんで、グラフィックの面ではね、多少今のやつと比べると見劣りするところあるんですけども、でも全然面白いんでね、ぜひやっていただきたいと思います。で、この後続けてベヨネッタ2やろうかと思ってたんですが、ですね、現在パッケージ版ちょっと欲しいんで探してたんですけども、手に入らない状況なので、ちょっと別なゲームをね、やっていきたいと思います。これを挟んでからちょっとね、アマゾン先生にちょっとベヨネッタ2を運んでもらって、やっていくという流れにしたいと思いますので、この後も引き続き私のね、プレイを見ていただければと思います。それじゃあ最後までベヨネッタさんのダンスをお楽しみください。センシティブ。